まわです。ウィザードリー筒の試練灼熱の車輪ですね。こちらの方、ちょっとね続きをやっていこうと思います。今現状まあこういう状況なんですよね。第1パーティー第2パーティーともにまあ全滅あるいはもう全滅に等しい状況ですね。でちょっと動けなくなってたんですけど、まあようやくちょっと救出のめどが立ったというか、まあこのメンバーならなんとかなるんじゃないかというところまでちょっと第3パーティーを育てましたので、今から救助に向かいたいと思います。まず座標がはっきりと分かっている、第1パーティーから救助に行きます。戦闘はどうしても避けられないけども、逃げられないのか。これはちょっとまずいな。やっぱり無理か。なるほど。飛び込んでしまったところの戦闘は回避できないって見た方がいいかな。ならば、ちょっともう戦って一気に決めてしまいましょうか。よし。で、宝箱は無視。そして、仲間を探す。とりあえず2人ずつね。で救助ができたら、どうしようかな。一旦ちょっと生きてるメンバーも回復、回収しているのでちょっと回復させて、それから戻りましょうかね。テレポーテーションで、路地よし。まず2人、ヘビテイとテレポーテーション異教徒の6の0、やっぱ戦闘は避けられないね。まあミラージュだったら全然 OK。 よし、むしろ歓迎ですね、経験値的にね。さて、仲間探す。セリストローザ。ここでね、一番困るのは、プラチナビーストとかが出るとまずいんですよね。ミラクルマン、OK。戦う。サフォケーション。おい。ないのか、まだ。しょうがない。先に、よし、OK。よし。で、仲間を探す。よし、まず第一パーティー、救出、完了。とりあえずは、ちょっとモンスターが出ないところで、いきなりのエンカウントはやっぱ困るからね、モンスター出ないところにまず飛んでおいて、そこから、サポケーション頼むよ、早く早く
いや、まずい。サッペーション。よし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 。いない。この先は元に戻ってくるか。いや、違うな。この先。演出か。キングマシン、大丈夫。こいつなら勝てる。左。これは前に行ったな、確か。で、この部屋は？あ、やっぱりここか。いたいたいた。この部屋だ。とりあえず、味方の居場所が分かったので、それだけでも、得たものは大きいので、生命力上昇。でだ、プリーストとメイジ入れ替えましょうか。そして職業を変える。まずセリース、ロードどうだ。よし、条件満たした。じゃあローズだとビビー、よし、入れ替え OK だな。僧侶にする。職業変える。王座を魔法使いにする。で、一旦外して、セリスちょっと一人旅。有効的なモンスター探して、これがちょっとまた時間かかりますよね。さっきの、あ、よし、変わった。さっき祝福受けたのが多分良かったんですよね。女神の口づけ。あれで、運がまだちょっと確かね、足りなかったのかな？届いてなかったはずが、あれのおかげで、運の強さが上がって、よし。やっとこさ、ロード転職完了。ナイトクローラーか。こいつも危険なんな。よしよしよし。ステルブラスター。あー、まずい。これはまずい。最悪の結果ですね。ここの戦闘。あ、まあ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 、これ相手なら大丈夫。こいつならなんとか、勝てる。前衛が無事やから、またか。佐賀県。よし。上がります。タクシー、タクシー。キュアオール使える。よし、ヒールパーティーは無理。ギガヒール、メガヒール、オッケー。いいえ、あと10万か、稼げんかったな。まあ大丈夫でしょう。あかん、はい。生命力11か。いや、ちょっとな、困るな。頼む、成功。
よし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 。今のところロストなしでいけてるいけてる、なんとか。じゃあちょっとまあここ回復させて一旦ちょっと中断でなんとかね、まあ一つパーティー救助は成功したので、あとは第二パーティーをちょっと救助に向かいたいんですけど、その前に海炎をなんとかね、あと、10万、11万でレベルアップなので、それで生命力上がれば侍転職できるので、ちょっとそこをレベル上げて侍にして、第一パーティーをもう一度鍛え直していきたいと思います。まあまあもうこの辺まで来たらもうあとはもうどのパーティーで進めてももういいかなとは思うけど、今のとこ第3パーティーが一番、成長してる状況なので、ちょっとそこは念のため、まあ待機で非常時にね助けに出れるようにっていう形でちょっとやっていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでとなります。またチャンネル登録、高評価いただけるとありがたいのでよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。